こんにちは。今日はですね、プレイステーション3と、PSP を使ったリモートプレイの動画です。一応ですね、リモートプレイの方に関しましては、家庭内ネットワーク、ローカルエリアネットワークですね、の方と、外部ですよね、湾側通信対応の、リモートアクセス、リモートプレイの方2種類可能なんですけれども、とりあえず、LAN1、の説明は、また後で詳しくやりますので、とりあえずまずリモートプレイの初期設定の方をご案内したいと思います。それではまずプレイステーション3ですね、を起動いただきまして、で、こちらの方の設定ですね、リモートプレイ設定を選んでいただいて、で、ですね、そうですね、機器の登録ですね、機器の登録を選んでいただいて、で、こちらのプレイステーションの、充電するケーブルあるんですが、これを外していただいて、で、PSP の方ですよね、PSP のこちらの方に差し込んでいただいて電源を投入します。で、 PSP の方ですよね、設定ですね、 USB 接続を選んで丸ボタンですね。で、こちらの方は、OK ボタンですね。 OK、 これで登録中となります。で、一応これでリモートプレイ、状態可能ということになります。で、一応あとですね、リモート起動ですよね、これも入れですよね、失礼しました。リモート起動、リモート起動を有効にしますか。はい、これであの PSP からプレイステーション3の電源入れたり消したりすることができます。一応こちらの方で準備完了となります。とりあえず皆様ここまでやっていただけますでしょうか。次は LAN 側のリモートプレイですよね、失礼しました、リモート、プレイの説明ですね。で、次にインターネット側から、湾側からのリモートプレイの設定の方を説明してみたいと思います。それでは一旦指定させていただきます。